これはクレーの騎士団。できる。ありがとう、大丈夫。ならいいんだ。なんか思い悩んでるみたいだったから。心の中に留めるしかないことも確かにたくさんある。でもこれは仕方のないことよ。私はただ小さい頃お兄ちゃんと一緒に遊んでた場所を懐かしんでただけ。ほら、あの小さな丘の上。でもお前が指さしてるのって海だよな。もしかしてお前とお前の兄ちゃんは小さい頃海の中で暮らしてたのか。人々はよくフォンテーヌの周りにある水を海と言うけれど、実際は淡水で満たされた内陸湖に過ぎない。あの小さな丘のことは鮮明に覚えてるわ。でも今ではもう海の底。お兄ちゃんはよくあそこではしゃぎ回って、砂ぼこりがたくさん舞い上がってた。周りの空気も太陽の光と海風の香りでいっぱいだった。海は今にも私たちの思い出を飲み込もうとしている。そして私たちをも。おいらよくわからないぞ。見ない顔だね。リネットの新しい友達かい？お前は。妹を気にかけてくれてありがとう。リネットはここで昔の思い出を懐かしむのが好きでね。心配はいらないよ。おっと、自己紹介がまだだったね。僕はリネ、こっちは妹のリネットだ。見たところ外国から来た旅人さんかな。おう、オイラはパイモン、こいつは旅人だ。オイラたちフォンテーヌに来たばっかなんだ。さっきまでお前の妹と喋ってたんだけど、そのなんか言ってることがよくわからなくて。そうだったのか。リネットがこんなによく話すのは珍しいんだよ。普段はとても物静かでね。会話は僕が担当することが多い。へえ、そうだったのか。オイラと旅人のコンビもお前たちと似てるぜ。いつもオイラだけが喋ってるんだ。おい、そうだったのかよ。私もお兄ちゃんがおしゃべりだって思うことがある。僕たち似た者同士みたいだね、バイモン。それでさっきリネットが言った、海は今にも私たちの思い出を飲み込もうとしてる、私たちをもって一体どういう意味なんだ。ああ、それか。フォンテーヌに長く伝えられている予言だよ。いや、正確には予言とは言えないかも。予言っていうのは起こるかどうかわからないものでしょ。でもフォンテーヌではすでに現在進行形で起こってることなんだ。それはどこから話せばいいか。
そうだ、この件はまた今度話そうよ。僕たちまだちゃんと挨拶をしてなかったよね。おい、さっきの自己紹介だけじゃ足りないのか。こんにちは、旅人。それから、こんにちは、パイモン。おい、なんでオイラとは握手じゃないんだよ。リネは一体何がしたいんだ。気にしないで。フォンテーヌにおける交友のマナーだとでも思ってや。もしかしたら役に立つ時が来るかもよ。そうなのか。まあ、現地の友達ができるのはいいことだけどさ。そういえばオイラたち歌劇場に行って水神と会いたいんだけど、よかったら道案内してくれないか。クリーナ様に会うのかい。いいよ、ちょうど僕も歌劇場に行くつもりだったんだけど、まずはここでの用事を済ませたいんだよね。僕についてきて。君たち、フリーナ様に会いたいって言ってたけど、あちらから二人を出迎えに来てくださったみたいだよ。者も貧しき者も、グロシを持つ者も持たざる者も、杯を掲げよう。グロシがない者は代わりに腕を。諸君らの見ての通り、見知らぬ旅人が我らの国を訪れた。さあ、彼女らに祝福を。遠路はるばるやってきた旅人とその仲間のために祝杯をあげようじゃないか。おい、オイラたちのことか。君たち二人がいくつかの国を派手に荒らしてきたことはもう耳にしているよ。だがそれでも歓迎しよう。いや、それどころかこの僕が直々に出迎えてあげようじゃないか。恐れなど小物が抱く感情だ。僕は神としてそんな無意味なことを心情にして警戒したりはしない。君の経験さはよく知っているから安心するといい。こたびの謁見は僕の力と権力を仰ぎ尊んでもらうためのものだ。賢き者は常に正しき旗のもとに集う。これ以上に英明なことなどないだろう。ようこそ水の国へ。君たちの旅の価値と意義をこのフォカロルスが認めよう。さあ、思う存分開催を叫ぶといい。オイラもまだ状況が分かってないぞ。まだフォンテーヌに着いたばっかなのに。それにこの水準、前置きもちょっとなんだか大げさっていうか。その聞きたいんだけど、なんでオイラたちが来ることを知ってたんだ。うん、君たち狂人が凡庸な考えを持ってしまうことは十分に理解できる。しかし神の中にも平凡な神と優秀な神がいるというのを忘れないでほしい。君たちが僕の才能に驚くのも
無理はないけどね。今一度自らを見つめ直すべきじゃないか。君たちが本当に神と会話できるほどの人徳と礼儀を兼ね備えているのかどうかについてね。僕からすれば、君たちの情報を得ることなんて指を動かすのと同じで、これ以上ないくらい簡単なことさ。うわ、めちゃくちゃ偉そうだぞ。おやおや、なんだいその目は。もしやこのような歓迎の儀にすら満足できないと？もっと何か言ってあげれば気が済むかい？オイラたちが話題を切り出すのを待ってるのか？ああ、こんなところでフリーナ様に会えるなんて珍しいわね。あ、二人はもしかしてあの有名な異教より訪れる金髪の旅人だったの？さっきは気づかなかったわ。なになに、フリーナ様がいらっしゃったって？何か面白いものでも見られるのか？そりゃそうさ。なんたって異教より訪れる金髪の旅人だぜ。フリーナ様がわざわざここに来られたのは、きっと彼女と素晴らしい対決を繰り広げるために決まってる。おお、そいつは楽しみだ。やっぱりフリーナ様は俺たちの期待を裏切らないな。いかにも。しかし、そう焦らないでくれ。まったく、僕を信奉する民はいつも慣習と一緒になって高らかに叫びたがる。少々耳につくが、僕はそれすらも寛容に受け止めよう。これは褒美だと思ってくれ。君たちの想像通り、僕はこの異教の旅人と歴史的な対決をするつもりだ。いきなりやり合うのか？なんか展開が早すぎるような。君は恐れを感じないのか？これは神との対決なんだぞ。何をする気だ、旅人。民の前で神を愚弄するつもりか？古本、気にするな、クロリンデ。神に向かって剣を抜ける者などそういない。その勇気は称えよう。彼女は正真正銘の闘士であると言わざるを得ないな。だが残念だ、この時代の人々は常に刺激を望む。単なる武力対決では飢えた魂を満たすことはできないだろう。確かに言われてみりゃ、殴り合いの対決だけじゃ面白みに欠けるな。エリニュス島の犯罪者たちもしょっちゅう決闘を通して自分の名誉を守りたがるし、確かに武力対決には飽きてきたな。そうだろう。であれば、正義の神である僕がこの異教の旅人と法廷で対決しようではないか。ほう、そいつはいい。そう来なくっちゃな。ああ、こっちのホームはフォンテーヌなんだ。歌劇場を利用しないなんて惜しいな。なんでそこまで観衆の反響を気にするんだよ。その歌劇場ってとこに疲れすぎなんじゃないのか。それに法廷で対決するって言ったって何をするんだ？まさかオイラたちを審判でもする気かよ。君たちに審判を下す理由はもちろんあるさ。むしろすでに明白だろ。フォンテーヌの法律において、月始めの3日間はいかなるものであろうとフォンテーヌの街中で飛行物体を放つことは禁止されている。君たちはすでにこれに違反しているのさ。おお、確かにそうだった。さすがフリーナ様、フォンテーヌの法律のことなら右に出る者はいない。それのどこが明白なんだよ。そんな変な法律。いや待てよ、オイラのこと飛行物体だと思ってるってことかよ。そうだとも、
異論がないなら水神の名において君たちを逮捕しよう。申し訳ございません、フリーナ様。空気を壊すようではありますが、口を挟むことをお許しください。そのパイモンは飛行物体に入らないと思います。そうだぞリネ、やっとまともなやつが話に加わったぜ。オイラが飛行物体なわけないだろ。おお、大魔術師リネ、我が愛しの民よ。僕への反論は許すが、一体どうやってそれが飛行物体でないことを証明する気だい？魔術師ともあろう者が場をかき乱してしまいましたね。そのフォローをする責任は当然ながら僕にある。ちょうど監修も揃っていることですから、ここで一つマジックを披露いたしましょう。見ての通りパイモンは地球のようなものに分類されるべきです。この糸はずっと存在していて、さっきまでは見えていなかっただけなのだから。それってマジックっていうよりジョークに近いんじゃ。俺は面白いと思うが。よ、いいぞ。あ、なんつったらいいか。それじゃあフリーナ様のお考えが。素晴らしい、実に素晴らしいよリネ君。こういう予想外の展開は大好きさ。君のおかげで今日の演出は完璧なものになった。演出？今日の出来事を演出の一つだって言いたいのか？であれば審判の件はこれで終わりとしよう。正義の神が無実の者に濡れ衣を着せるわけにはいかないからね。だが審判の理由さえあれば、異教の旅人どころか異国の神であろうと僕は裁くことができる。それではリネ君に、リネット君、君たちの次のパフォーマンスを楽しみにしているよ。皆の衆もまた会う日まで。もう行っちゃったぞ。なんかよくわからない紙だったな。質問する暇もなかったし、話はまた今度だな。さっきのあんな雰囲気じゃ。大したことじゃないよ。たまたまそんな法律があることを知っててね。君たちのために念のため準備をしておいたのさ。まさか本当に役に立つなんて思ってもみなかったよ。これでフリーナ様がどんな神なのかわかっただろう。時々わけがわからなくなるけど、一応は理屈が通じる。ところでリネ、お前ってすっごいマジシャンだったんだな。歌劇場でパフォーマンスとかやるのか？単にちょっとしたトリックが見せられるだけさ。それを使って生計を立ててるだけだよ。マジックの助手もリネットがやってくれてるけど、実はフォンテーヌ最高のホールである歌劇場でパフォーマンスを行うのは今回が初めてなんだ。あれ？でもそういや、歌劇場ってフォンテーヌの法廷なんじゃなかったか？事件の審理がないときは様々な公演が行われるんだ。フォンテーヌじゃもともと審判と公演の境界が曖昧だからね。そうだ、これも何かの縁だし。旅人パイモン、君たち二人を公演のお客さんとして招待したいんだけど、
どうだい？お兄ちゃんは知り合いが多ければ多いほどテンションが上がるタイプ。ひひ、いいな。どうせしばらくやることはなさそうだし、それにもともと歌劇場に行くつもりだったからな。それはよかった。だったらしばらく一緒に行動しようよ。道案内もしてあげるからさ。あ、でもまだやることがあるから、とりあえずそっちを。本当かい？じゃあ遠慮なく。これマジックポケットっていうマジック道具なんだけど、これをここにいる人たちに配ってきてくれないかな。え、こんなマジック道具で何するんだよ。前に予言について聞いてきたでしょ。まずはそれについて詳しく説明しようか。いつからかフォンテーヌにこんな予言がささやかれるようになった。フォンテーヌ人は皆生まれた時から罪を抱えている。正義の国フォンテーヌがどれほど審判を行おうと、それが消えることはない。フォンテーヌの海面が上昇し、罪を背負いし人々が海水に飲み込まれるまで、人々は皆海の中に溶け、水神は自らの神鞍で涙を流す。そして初めてフォンテーヌ人の罪は洗い流される。めちゃくちゃネガティブな予言だな。なんでフォンテーヌ人は生まれながらにして罪を抱えてるなんて言うんだ？罪って一体何の罪なんだよ。人々もいろいろと想像を巡らせててね。一説にはフォンテーヌ人の先祖が海の力を盗んだせいで海が怒り狂ってるとか、別の説ではフォンテーヌ人が初代水神の忠告を無視したせいで天空の島の神の怒りを買ったとか。けどフォンテーヌでは何事にも証拠が必要だ。こういった説にも証拠がないから、全ては想像に過ぎない。フォンテーヌ人ですら自分が何の罪を犯したのか知らないんなら、予言なんて無視すればいいじゃないか。別にやましいことなんてないんだろ。はじめはみんなそう考えてたよ。でもここ数年フォンテーヌの海面が実際に上昇し始めたんだ。すでに多くの場所が海の底へと変わり果てたわ。それらの説を信じず、ただの自然現象だって考えてる人も多い。だけど僕や僕の家族からすれば、フォンテーヌの人々はこんな可能性を無視してただじっと死を待つだけでいちゃいけないと思うんだ。少なくとも海の近くに住んでる人は沈む前に引っ越すべきだ。だからこうしてみんなにマジックポケットを配ってるのさ。これはマジック道具で高い収納機能がある。引っ越しの時絶対に役立つはずだよ。なるほど、転ばぬ先の杖ってやつだな。なあ、あるいは絶対的な力のみが災害に抗うことができるのかな。どうだろうね。僕たちはあまりにも小さな存在だから。さて、手伝ってくれるなら近くの人にマジックポケットを配ってくれないかな。なんと言われようと無理やり押し付けてきてくれればいいからさ。それ、君たちも予言を信じてるのかい？俺はいらないよ。お前は予言を信じない派なのか？いや、信じてるよ。でもそっちじゃなくて、もう一つの寓話の方を信じてるのさ。物語によれば、人々はかつて海の中に暮らしてて、海を離れられない存在だった。人々は陸上で暮らしたいと思った。やがて血管が発達し、海を体内に包み込んで陸に上がったってね。だからたとえ海面が上昇して海に飲み込まれたとしても、ただ帰るべきところに帰ったってのと同じなんじゃないかな。うわ、そんな説もあったのか。でも
海に飲み込まれたら人は死んじゃうんだぞ。いや、やっぱりもらっとけって。ああ、わかった。受け取ろう。俺はただ予言にある人は海に溶けるが死とは限らないと思っているだけさ。君はかの有名な金髪の旅人だったのか。気づかなくて失礼したよ。マジックポケットか、用意周到なんだな。確かに信じないよりは信じた方がいい。それじゃ受け取っておけよ。大魔術師にお礼を言っておいてくれ。別にいらないよ。たとえ予言が本物だとしても、みんなを飲み込むほどになるのなんかもっと先でしょ。人は今を生きないと。この先もし何かが起こるなら、起こった時にまた考えればいいよ。それでもやっぱり受け取ってくれよ。万が一って時に役立つかもしれないだろ。わかったよ、ありがとう。私はただ引っ越すことは今の生活を捨てるのと同じだと思って、それが嫌なんだよね。もう全部配り終えたのかい。どうだった、みんな、その自分なりの考えを持ってたでしょ。ああ、でも災害が本当に起こった時にはきっと今の考えを変える人も多いんじゃないかな。だから準備をしておいて損はない。それでまだ他にやることはあるか。あとはもう最後の一つ。実はマジックポケットはフォンテーヌ邸にある工房のオーナーが作ってくれてるんだ。せっかく行くわけだから、ついでに材料を持っていこうと思ってね。材料集めだな。どんなものか教えてくれよ。人手が多ければ早く終わるぜ。うん、君たちがいてくれて助かったよ。材料はロマリタイムフラワーっていう植物で、港の東側の海辺にいっぱい生えてるよ。プロの旅人、仕事が早いね。こっちもいくつか積んでくれたよ。ほら、リネットもちょっとは手伝ってよ。無理、今日は省エネモードだから。じゃないと歌劇場での公演で元気出ないかも。はあ、分かったよ。まだ公演まで時間はたっぷりあるんだけどね。とりあえずことは全部済ませたから、フォンテーヌ邸に戻らない？歌劇場に行く前にフォンテーヌ邸に行くのか。フォンテーヌの大都市フォンテーヌ邸、ちゃんと見ておかないとな。し、待った、見て、あの子、あっちの女の子。ん、あの女の子が
かどうかしたのか？オイラは別になんとも思わなかったけど。いや、明らかにスリだよ。実はマジシャンの手法は泥棒と似たところがあってね。どっちも人に見つからない前提で小細工を行うものなんだ。彼女の動きをよく見てごらん。あ、本当だ。静かに。彼女を捕まえる方法を考えよう。かなり警戒してるみたいだから、二手に分かれて行動した方がいい。君たちはあっちのリフトから上に先回りして。もし逃げるとしたら必ずあの方向を通るはずだから。よし、それじゃあ行くよ。行きましょう。他になくなったものはないかい？いや、大丈夫だ。助かった。全然気づかなかったぜ。それじゃ、俺はこれで。本当にありがとな。は、取られたものはリネが取り戻したのか？ああ、でも残念ながら泥棒は捕まえられなかった。あの子、物を捨てて僕の注意を引いてね。その隙に一瞬で消えたんだ。その子が消えた大体の方向は見てたよ。でもあの時お兄ちゃんが足をくじいて、私もそれに気を取られちゃった。え、怪我したのかリネ？大したことじゃない。ちょっとくじいただけさ。もう大丈夫。お兄ちゃん善良でいるのはいいけど、もっと自分のことも気にかけて。公園に影響したらまずいわ。ごめんごめん、許してよリネット。はあ、それにしてもあの泥棒、身のこなしがすごかったな。ちょっと予想外だったよ。ま、少なくとも物は取り戻せたし、完全敗北ってわけじゃない。そんなにすごかったのか。まあでも結果は悪くなかったんじゃないか。リネの親切が無駄にならなくてよかったぜ。さて、ハプニングもこれでおしまい。さっさとフォンテーヌ邸に行こうか。これは純粋線だよ。フォンテーヌの全ての用地をつないでるんだ。これが結構便利でさ。まあ道中の景色はほとんど変わらないから、ずっと乗ってるとちょっと退屈かも。だからこそ君たちみたいな友達と一緒に乗らないとね。つまりお兄ちゃんは私と一緒にいても退屈って言いたいの？
いやいや、そんなことないよ。ほら、リネットは普段口数が少ないでしょ。それにリネットと一緒にいるときはなんだか旅っていうより家にいる感じがして。そう。どこの兄ちゃんも妹にはかなわないみたいだな。そろそろ時間だ。早く船に乗ろう。まさかあの有名な魔術師リネさんに、その妹で助手のリネットさん。こんにちは。君を。私はスチームバード新聞社の記者、シャルロットよ。はじめまして。スチームバード新聞社の記者だったんだね。君たちの新聞社には以前、僕たちの公演の宣伝でいろいろと世話になったよ。お会いできて光栄です。待って、そっちの二人はもしかしてテイワット中を旅しながらビッグニュースを作りまくってる旅人？すごいな、一瞬でオイラたちが誰なのか当てるなんて。君たちのことすら知らなかったら記者なんてとっくに辞めてるわよ。今日はなんて日なの、こんな大物たちとご一緒できるなんて。記者の神からの恵みかしら。そのシャルロットは普段どんなことを報道してるんだ？ニュースの素材がないときは歌劇場で最近審議された事件とかを報道してるわ。同じ内容でも報道の仕方さえ工夫すれば読者の目を引くものになる。例えば詐欺師がいかに女の子の気持ちをもてあそんだかとか、金融犯罪の犯人が過去にパン1枚で5日間も食いつないだ経験とかね。とは言っても私が追い求めてるのは独占的かつビッグな超仰天ニュースだから。最近のこういう内容は私の才能を無駄遣いしてるとしか言いようがないわ。あ、そうそう、実はある事件をずっと追ってるの。いえ、一連の事件と言った方が正しいわね。連続少女失踪事件のこと？ええ、これはフォンテーヌで最も謎に包まれていて最も話題性のある事件よ。もし連続少女失踪事件が解決した時、一番に記事を完成させてスチームバード新聞社の一面を飾ることができれば、同業者はみんな涙を流して嫉妬するでしょうね。その時のためにもう素材は山ほど集めたわ。あとは真実が明かされるのを待つだけよ。連続少女失踪事件、一体どんな事件なんだ？犯人はまだ捕まってないのか？そうよ、一件目に起きた少女失踪事件はなんと20年前まで遡るわ。あの年代から現在まである一定の間隔を空けて少女が失踪してきた。みんな似たような年齢でどれも痕跡はなかったわ。さらに恐ろしいことに、失踪した少女は誰一人として見つかっていないの。その間に容疑者として逮捕された人も結構いるけど、逮捕からほどなくして事件は繰り返し発生した。ええ、その可能性も十分あるわ。何にせよ全ての事柄には確かな真実があると私は信じてる。そして真実はいつか必ず明かされる。僕もそう思うよ。少なくとも失踪した少女の家族には真実を知る権利がある。想像したことがあるよ、もしリネットが行方不明になったらってね。そんなことがあれば僕はどんなことをしてでもリネットを連れ戻すし、絶対に犯人を突き止める。想像だけであってほしいものね。
つくんじゃないか。見ろよ。とても楽しかったわ。やっぱりこういった小さなサプライズこそ生活に欠かせないものね。オイラたちも楽しかったぜ。気づかないうちに着いちゃったな。この後まだ取材があるの。そろそろ時間だから失礼するわね。うん、またな、シャルロット。ええ、機会があったらぜひスチームバード新聞社まで遊びに来て。記者の仕事って大変そうだな。ところで、これからどこに行くんだ？その、もしよかったら、先に僕たちの家に戻ってもいいかな。集めた材料を持って帰らないと。うん、もちろんいいぜ。フォンテーヌ邸は広すぎて、オイラたちもどこから回ればいいかわからないしな。ここが僕たちの仮住まいさ。あ、フレミネ、いたのか。みんなはどこ？この二人をみんなに紹介したいんだけど。リネ？リネット？みんなはさっき出かけたよ。そうか。まあ、お父様がそろそろ帰ってくる時期だから、みんな忙しいんだろうね。仕方ない。ああ、二人とも。この子は僕の弟で。フレミネだ。すごく腕のいい潜水士なんだよ。こんにちは。こんにちは。オイラはパイモンで、こいつは旅人だ。潜水士の弟がいるなんてすごいな。その、リネ、ちょっとこっちに。ん？どうしたの？何か話でもあるのかい？そうか、分かったよ。何かあったのか？いや、何でもないよ。
家事とかそういう話。そうだフレミネ、旅人と一緒にマジックポケットの材料を集めたんだけど、そっちはどうだった？うん、僕も水中でいっぱい取ってきた。ちょうど渡そうと思ってたところ。さすがだね。やっぱり水中の方が効率がいいか。じゃあ急いで工房に送り届けよう。雨が降ってきたみたい。本当だな、今の今まで晴れてたのに。フォンテーヌの天気って変なの。仕方ない仕方ない、歌劇場で審判がある日はいつもこんなにわか雨が降るんだ。安心して、すぐに止むから。フレミネ、どうしたんだ？僕はあの伝説を信じてる。フォンテーヌにはかつて水の竜王がいた。今はどこにいるかわからないけど、その水流が涙を流すと空から雨が降るって。小さい頃母さんに言われたことがある。雨が止んで欲しかったら空に向かってこう叫べばいい。水流、水流、泣かないで。もし本当に元素流なら、そういった不思議な力があってもおかしくないけど。おー、オイラも試してみるか。水流、水流、泣かないで。何も起きないね。やっぱり伝説は伝説か。お兄ちゃん、ロマンのわかる魔術師になればもっと人気になれるかもよ。そうだね。もしかしたら知り合いでもない僕たちから慰めを受けても別に気分は良くならないってだけかも。今日の雨は結構降ったね。もうこんな時間か、まずいな。何かやることがあるのか？ああ、歌劇場でやる公演の準備だよ。どうにか今日の純粋戦の最終便までには間に合わせないと。公演当日は純粋戦でエリニス島に来て。歌劇場はその島にある。その、もう行く？どうしたんだいフレミネ、今ちょっと急いでて。あ、そうか、マジックポケットの材料を届けに行くのが恥ずかしいんだね。旅人、悪いけど頼まれてくれないかな。これらの材料をボーモント工房のオーナーまで届けてほしいんだ。フレミネはちょっとシャイなところがあってね。あそこのオーナーはおしゃべり好きだから、フレミネも昔から苦手みたいで。うん、いいぜ、オイラたちが行ってやるから安心しろ。本当にごめんなさい、僕のせいで。この恩は必ず二人に返すね。恩だなんて、そんなガチガチに考えなくていいぞ。オイラたちもどうせついでだからな。ありがとう。あのお姉さんは本当に苦手で。
行きましょう。はっ、行きましょう。おや、見慣れない顔だね。何がお望みだい？買い物、製造依頼、それとも雑談？材料を届けに来たんだ。ほら、なんとかってやつを作るのに使う。ああ、マジックポケットだね。もういくつも注文が入ってるから一目で分かったよ。いや、もうすでに十分な数の資金をもらってるから、あの子たちが何に使うのかを聞いて私も値下げしてあげたかったんだけど、私も商売で苦労してるだろうからそのままの金額でいいって聞かなくてね。まったく、お金持ちなだけじゃない、本当に優しい子たちだよ。リネたちってお金持ちだったのか。よくは知らないけど、フォンテーヌの魔術師なんてのは結構稼げるもんなんじゃないのかい？そういえばオーナー、ここの工房っていつもこういう機械で物を作ってるのか？なんかすごそうな感じがするな。機械でやれるなら手を使うやつなんていないだろう。最新の技術を使わないのだってある意味じゃ浪費さ。そして浪費は罪の一つでもある。じゃあこんなでっかい機械一体何で動かしてるんだ？そうだね。あんたたちみたいな素人にエネルギーシステムのことを説明するのはなかなか骨が折れそうだね。簡単に言いや、フォンテーヌ人が普段使ってるエネルギーは基本的に立証混合エネルギー、つまり審判で生まれたエネルギーから来てるのさ。え？審判からエネルギーが生まれるのか？どういう原理だよ。あー、私も具体的には説明できないけど、大雑把に言うと、法廷で審判が行われるとき、ユシ最低カーディナルが人々の正義に対する信仰を集め、それをエネルギーに転換して全フォンテーヌのために使うってなもんかね。ユシ最低カーディナル、確か神が作った審判マシナリーだっけか。そんな機能もあったのかよ。でもまだよくわかんないぞ。信仰みたいにふわっとしたものをどうやって機械のエネルギーに変えるんだよ。あ、つまり水神はこういう機械を使って信仰から生まれる力をエネルギーに変えて全フォンテーヌのために使ってるってことか。あんたらの言う概念とか考えは私からすると目新しく感じるけど、案外理にかなってるかもしれないね。それから立証混合エネルギー以外にもプネウムシアって呼ばれるエネルギーもある。生産過程では神の力に頼らなくていいんだけど、不安定なエネルギーでね、未だに広い範囲で一般に向けて実用化ってところまでは行ってないのさ。仕事ほったらかしてまた雑談か、オーナー。俺も混ぜてくれよ。なんだってまたここに。あんたらカブリエル商会から借りた金は来月必ず返すと言ったはずだよ。とやかく言われる筋合いは。来月を待たずして逃げられるってこともあるだろう。今日は少なくとも5割、いや7割を回収させてもらう。あんたら、どうやらこの工房経営状況が良くないみたいだな。もう材料も渡したし、オイラたちはそろそろおいとましようぜ。ちょっとちょっと、借金の取り立てをする前にまずは自分たちの方を清算したらどうだい。君たちカブリエル商会が俺たち北国銀行のビジネスを奪うのは別に構わない。でもまさか北国銀行に不良債権を残していくなんてね。おっと失礼。北国銀行のもんか。来月必ず返すと言ったはずだ。
とやかく言われる筋合いは。お、旅人おちびちゃん、まさかフォンテーヌで会えるなんて思ってもなかったよ。オイラたちもまさかお前がここにいるなんて思わなかったぞ。話すと長くなるけど、実はもう長いことフォンテーヌにいるんだ。君たちに会えたのはある意味運命だ。旧友だからってだけじゃなく、どこに行っても争いが生まれる君たちだからね。どう考えたってこの先の日々がぐんと面白くなるに決まってる。オイラたち、お前の言う面白さは別に好きじゃないんだぞ。旅はやっぱり順調じゃないとな。おい、北国銀行の男、こっちを無視するな。邪魔しないでくれるかな。旅人と会える機会なんてめったにないんだ。君たちはそこで待つといい。貴様、借金の取り立てに来たのはそっちの方だろうが、なのに雑談が終わるまで待てってか。小僧、お望み通り今すぐ金を返してやる。おら、こっちに来い。邪魔するなって言ってるのに。あ、そうだ旅人、前にトーニャとテウセルを氷釣りに連れて行ったんだけど、テウセルが、おい、図に乗るなよ野郎ども、そいつを始末しろ。はあ、話をする暇もくれないとはね。まあいい、北国銀行からは客に手出しをするなって言われてるけど、君たちからかかってくるなら正当防衛だ。二人とも俺のために証人になってくれよ。まあお前なら一瞬で片付くだろうな。止水の矢。は、いや、は。へっ。いや、ここよ。なんなんだお前は。強すぎるにも程がある。スネージナヤの北国銀行。まさかお前は。今さら気づいても意味ないよ。北国銀行が君たちの手に負えない相手だってことだけ分かってくれれば。お？へ、好きやり。妙だな。わからない、手を出そうとした瞬間、水元素力が急に言うことを聞いてくれなくなったんだ。まさか神の目に何か。そんなことってあるのか。神の目の制御を失ってしまうなんて、オイラ初めて聞いたぞ。まあいいや、過度に神の目の元素力に頼れば鋭さを失ってしまう。それに俺には邪眼もあるしね。それでタルタリアはなんでフォンテーヌに来たんだ。北国銀行のお使いってわけじゃないんだろう。ああ、それは最近気分が下がってたからかな。え、なんだよその理由。もしかしたら俺も自分のことを、近頃体の内に何かの力がうずくような気がしてね。それになぜか時折気が沈むんだ。もしかしてさっきの神の目の不具合もその力と関係してるんじゃないか。確かにそうかもしれない。そうだな、君たちに言ったかどうか覚えてないけど、俺は14歳の頃、な、今の力はほとんどその時に習得したものさ。そういうことを俺に教えてくれた師匠がいて、名をスカークと言った。彼女は口数が少なくてとても不思議な人だった。どこから来たのか、何を経験したのか、全くわからない人でね。どうして俺を弟子にしてくれる気になったのか、一度聞いてみたことがあるんだ。確か、俺が奴を呼び覚まし、俺の身に奴の痕跡が残されたから。そして将来、これらの戦闘技術はきっと役に立つって言われたよ。奴ってなんだ？お前は何
を呼び覚ましたんだよ。それが師匠はそれについてははっきり言わなかったんだけど、俺は深淵に落ちる際に見た夢と関係があると踏んでる。夢の中で俺は果てない海の底にいて、目の前には息が詰まるような迫力のクジラがいた。クジラ？そういえばなんかそういうイメージあるぞ。オイラたちとやり合った時、デカクジラの大ジャンプみたいな技を使ってたよな。もしかしてあれか？あれはただの元素力で作った概念のクジラさ。あの夢を見た時から夢の中のあのシーンがずっと心に焼き付いていて振り払えないんだ。だからってそれを自分の技に入れたのかよ。悪趣味だな。なんで師匠に直接聞かないんだ。そんな簡単に言わないでくれ。あの件以来、俺がスカーク師匠とあの深淵の捜索をやめたことはない。探し続けてもう何年も経つのに何も進展がないんだ。うわあ、手がかりは全て途絶え。おっと、いつの間にか花。また北国銀行の仕事か。いや、個人的な用事さ。最近暇な時にフォンテーヌの決闘代理人たちと手合わせをしててね。決闘代理人？ああ、フォンテーヌじゃ容疑者が法廷に出向く前でも、決闘代理人は国中の精鋭たちから選び抜かれた強い奴らばかだから、この行為は命を懸けて名誉を守ることの象徴とされてるんだ。勝てば審判を免く、そして最悪の場合決闘に。フォンテーヌには死刑が存在するという噂だけど、だからどうしても受け入れられない冤罪とか名誉が第一と。じゃあ本当にその方法で。それはごくわずかだそうだよ。それに決闘代理人も伊達にその任に。今日のクロリンでは噂じゃ決闘代理人の中でも最強らしい。お前な。それにしても。そうだ、これは君たちが持っててくれ。お前の神の目じゃないか。この神の目がさっきみたいな状況になって決闘に影響したらつまらないだろ。だからいっそ持たないことにした。それに旅人に預かってもらいたいだけさ。後で取りに来るよ。な、オイラ分かったぞ。次にオイラたちに会うための口実が欲しいだけなんだろう。そんなことないよ。それじゃまた後で連絡するから。タルタリアのやつ、気が沈むとか言っておきながら結局は相変わらずだったな。これでしばらくやることがなくなったよな。リネたちの公演までにこの街をブラブラしてみようぜ。おお、そうだったのか。まさかずっと存在感のなかった記者が犯人だったなんて。ごめん、びっくりしすぎてうっかり。フォンテーヌの推理小説って八重堂の娯楽小説とは全然スタイルが違うんだな。どっちもいいところがあるけど、オイラからするとこっちの方が新鮮に思えるっていうか。謎が明かされる瞬間とかすっごく興奮するぞ。ごめんって、これからは気をつけるぞ。それはそうと、そろそろ歌劇場でリネたちの公演を見に行く時間だよな。出発しようぜ。リネのやつ、歌劇場はエリニュス島にあるって言ってたよな。純粋線に乗っていこうぜ。